こでしっかりこうロックができているかどうかって近くまでやって初めて成功か失敗かっていう判断をされる。痛い痛い痛い。で今日はトップウェイトリフターの山本俊樹選手が同じ時間帯にこう今来ていただいてますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、なかなかトップの選手 のウェイトリフティングの試技を見るっていうのはなかなか見る機会がないと思いますので、ぜひこうやりながらこういうやり方するんだとか、実際に動画じゃなくて生で見て感じる部分あると思うので。いや、豪華すぎますって、はい、では、はい、早速始めていきたいと思います、はい、お願いします。前回スナッチの内容で、練習していただいたんですけど、今日は邪悪編ということで、はい、邪悪に関してやっていきましょう、はい、そしたら、軽くちょっと必要なストレッチというか、はい、と思うんですけど、うん、だいぶもう動いてますよ。はい。もう私すでに3時間ですよね。なのでそのまま入ってもいいかなと思うんで、はい、早速始めていきましょう。お願いします。はい。動作の中の一つにフロントラックポジションっていう、はい、あったのを覚えてます。ここ。そうですね。はい、ここでバーベルを構える形なんですけど、はい、これを最初に確認しましょう、はい、でそれができたらショルダープレスっていうプレス動作に入っていくんですけど、15キロのバーベルで行っていきたいというふうに思います。はい、ここだったね。手幅覚えてますか？覚えてます。第一関節。そうですね。そのまま胸の位置ですね、グッと。そうです。そしたら下にしゃがんでいただいて、バーの下が鎖骨のこう上に当たるように、はい、そしたらそのまま肘返す前に少しこう肩の位置を前に出して、そうです、そのまま肘ぐーっと返していきましょう。そうです。でこの位置で立ち上がります。この時に腕のこの手のひらに力入った状態だと、この後ディップドライブっていう足の動作を使った時にバーベルにその足の力が伝わりきらない可能性が出てきます、はい、なのでここに乗せてはいるんですけど、手のひらにはこう力入れすぎない、はい、バーベルが体に全て乗っている状態かどうかっていうことを少し確認してください。はい、そうです。じゃあちょっと戻しましょう、はい、そしたら、プレスの動作に入っていきたいと思います、はい、肩、肘の順番で上げるように意識してください。はい、はい、最初に上げるときにはいきなりこう肘から開くんじゃなくて、こういう順番です、はい、イメージ的にはグーッとで上まで押し上げてみてください。こんな顔近く通りました。そうです。こうやってなりますよ。実際に、はい、ジャークとかするときには1、2が動かさないんですけど、うん、これが腕からこういうふうに力が入るようになると、ウェイトリフティングでプレスアウトっていう動作があって、はい、肘が上げる途中にこうやって緩んだりすると失敗になっちゃうんですよ。でそれが肩がしっかりこう上がった状態でプレス動作を行うと、肘がこうまた緩みにくい、緩みにくくなるので、はい、そういう癖を最初からしっかり上げていくと。はい、そしたらあと2回押しましょう。スッ1、あと1回いきます。はい、2、 OK です。だからそのまま床に置いちゃってください。はい、今その顎に当たりますっていうことをおっしゃっていただいたんですけど、こうまっすぐ立った時に顎をこう引いた状態で、そうですね、構えると、当然顎も当たりやすいだけじゃなくて、フロントラックポジション自体が構えづらくなるんですよ。そうです。どのぐらい動くかっていうと、だいたいまっすぐから、15度から30度ぐらい動く。そうです。それ目だけじゃなくて顔全体でこういうふうに上げてあげるようなイメージです。そうです。はい、そうです。で少しだけそのまま顎を後ろにちょっと引いてみて、少しだけ、そう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 、そういう形です。おー、はい、その形でディップドライブ動作を行っていくと。でここ当たりにくいだけじゃなくて、さらに言うと、そういうふうに顔の角度、あとは頭をこうちょっと少し下げてあげることで、脊柱ですよね、胸椎の部分がこうまっすぐになりやすいっていうことは、その重量が上からこうかかったときに重量に対するその力が逃げづらくなるので、しっかりそこの部分を固めやすい姿勢を最初に作ってあげるというのが大事だと思います。で3回いきます。あ、気をつけてください。はい、3、もう少しだけ、はい、上に押したときにぐーっとこう手首下げて、そうです。最初からこの状態ではなくて、こう押すに従って最後グッとこう決めていくよね。そう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 。ただこう本当にまっすぐピーンと立てすぎずに今ぐらい大丈夫です。はい。フロントラックポジションとショルダープレスについては第1回目の時に動作としても確認できていたので、
その次から、まあ、今日初めてやる内容に入っていきましょう、はい、今からやる内容はプッシュプレスっていう内容です、はい、で、プッシュプレスはこのディップとドライブっていう動作を加えたショルダープレスというイメージで、はいはい、行ってみましょう。腕で押す感覚ではなくて、はい、スナッチがここで蹴ってこう足で上げる感覚があったように、はい、プッシュプレスも同じように足で上がるっていう感覚をつかむっていうのがすごい大事です、はい、では、ディップとドライブの動作の確認だけしましょう。はい、ただ足幅覚えてますか？大体どのくらいか分かりやすく言うと、まあ、そのまっすぐ上に力を伝えるときに垂直跳びしようと思って、はい、溜めを作れる足幅ぐらいです。はい、それが広すぎたりとか狭すぎたりせずにちょうど今ぐらいの足幅が必要です。スクワットと、まあ、こういうデッドリフトとかスナッチの動作ですね、時には必ず股関節からこう動かしてくださいっていうことをお伝えしたと思うんですけど、これについては股関節から動かすと上半身が前傾します、うん、で落ちちゃう。そういうことです。そうだった、はい、なのでこれに関して膝中心、はい、膝からでいいです。でイメージとしてはこの足のこの力でおでこ、そうです、超えるぐらいまで足だけで上がるようなイメージです、はい、その後こう腕で補助してあげる感覚で、はい、いきます。痛い痛い。記念すべき1回目が起きますか？1回消えそうだ、やだよ、またアボールの何回かやって当たるんですけど1回目で当たったから逆に初めてのね、心配しちゃいますよね、見てる人。大丈夫ですちゃんと引いてなかったってことですよね。そうですね、うん、あとは、はい、まあ、少しこのままっていうよりも微妙にこうちょっとだけ上げあったもんね、かわすためにで、ここから少しこう最後顎を引いていく感じです、はい、抜けたら引いていく感じ。そう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 、引いていく、そう、手の力抜いて怖いからな。そうで、めちゃくちゃ速かったですよもうちょっとゆっくりでございます。なんで怖い。はい、ナイス、手首大丈夫です。はい、形としては今すごいディップドライブ動作はすごい綺麗にできているので、はい、ですね、あとはそのゆっくりから始まった動作をこう徐々に徐々に慣れていって、こう顎を上げる体勢だとか一つの形を定着させていけば、こう意識しなくてもこう綺麗にまとまっていくと思います。はい、でまあ次のセットでこうどういったところを意識したらいいかっていうのを、あ、ここ、そうそうそう、あ、そうでしたね、こうなってたもん。手首寝すぎないように、はい、意識してください。わかりました。3本 OK です。でその時に今押さえてる時に今肩甲骨がこんなところにしっかり乗ってると思うんですけど、はい、ここでしっかりこうロックができているかどうかっていうことを確認できればこれで OK です。はい、ゆっくり下ろしましょう。そしたら、プッシュプレスっていうのは今のトレーニング内容になるんですけど、はい、クリーン&ジャークのジャークの部分、ジャークまでやって初めて試技として成功か失敗かっていう判断がされるので、はい、その部分をこう強化していく、しっかり伸ばしていくためにはこういうトレーニングで重量をしっかりつけてやっていくっていうのが大事で、はい、ここの動作を次はさらに発展させて、はい、プッシュジャークっていう内容をやっていきます。はい、で今やったのはプッシュプレスなので、うん、次そのプッシュジャークっていうのはあの要はキャッチの動作が入っていきます。うん、要は下に入る動作っていうのを行っていきます。はい、でジャークの体験していただいた時にこのジャークの動作していただいたと思うんですけど、スナッチの動作のキャッチっていうとこういう上下のこのキャッチっていったらすごいイメージしやすいんですね。はい、でもジャークってどこなのっていうことをあえてこう聞いた時にここの部分なのか、うん、どこなのかって、まあ、イメージしにくい人結構多いんですよね。はい、ジャークが上手い選手っていうのはグッとこう伸びっぱなしじゃなくて大体こう綺麗にちょっと曲がってるんですよ。そうですそうですそうです。はい、でこのキャッチする動作っていうのがジャークにもやっぱ必要になってきて、その感覚を得るために今からやるプッシュジャークっていうのを行います。はい、で伸びます、うん、伸びて今プッシュプレスここから最後グッと押したと思うんですよ。はい、このグッと押した分を下に下がるようになります。そうです、うん、じゃあこれどのぐらい下がるのかっていうとディップ動作をもう一回行うぐらいなんです。うん、じゃあ3目ですね。そうです、
で、1、2、そうです、そうです、1回につき2回転覆するようなイメージです。1、2、そうです、そうです、そうです。で、この2の座るタイミングで腕のこのロックがグッと完成する、同じタイミングで行えるように意識してください。1、2、そうです、ナイスです。1、2、そうです。1、2、あっ、ちょっと失敗しちゃった。ホームランセットがちょっと慣れるまでやっています。はい、あとそのジャークのセットしてフロントラックポジションを作った後に膝をフレークステーションした状態でってお伝えしたと思うんですよね。はい、で、この練習っていうのはそのクリーンの後の部分のジャークっていう練習になるんですけど、クリーン&ジャークっていうそのアンドっていう間を作るのっていうのは、立ち上がってきた後にこう一度静止する、止まるっていうのがそのアンドっていう部分になるんです。でもそのアンドの中に止まるっていうことと膝をしっかりこう伸ばしきった状態からディップ、ドライブ動作に入るっていうことも、まあ、ルールに含まれているので、はい、なのでそこもちょっと最初のうちに含まれていただきます。はい、ナイスです。今のすごいいいですよ。2、ナイスです。ナイス、今すごいまとまったと思います。重心なんですけど、フロントラックポジションをこう作った時にバーベルを乗せてどういう風なこう重心で立ってるかとかって考えましたか？考えませんでした。うん、バーベルのを乗せてまっすぐ立った時に重心の位置がつま先すぎると前にこういう風に持ってかれやすいです。そうです。後ろすぎてもそうです、ダメです。はい、で、どこの重心が一番いいのかっていうと、まあ、バーベル、自分の体の重心がこうしっかり全部まっすぐの点で結ばれた位置で重心をこう固めるっていうのは大事なんですけど、重心って目に見えないじゃないですか。で、それをどうやって探していくかっていうと、フロントラックポジションを乗せた状態で、まず形今まで通り作ってください。はい、で、この状態で目一旦閉じてください。で、その前後に少し揺れるんですけど、揺れ方としてはこういうふうに上半身をこう曲げて揺らすんではなくて、形そのままにしてつま先からかかとまでゆっくりこう重心移動させるんですよ。で、その幅をだんだんこう小さくしていって、一番楽にピタッて止まる場所があります。それがバーベルをフロントラックポジションに乗せた上でこうしっかりと中心が取れてまっすぐに取れてる位置なんで、そこ楽に止まれるところでジャークをした方が一番楽に重量が使えると思います。なので少しそこを探した上で、はい、今のプッシュジャークをもう一セットやって、はい、次の内容いきましょう。はい、そのまま目閉じてつま先からかかとまでゆっくり移動させて、その幅を少しずつ小さくしていきましょう。で、楽に止まれるポジションを少しずつこう小さくしていって、見つけたらそこで止まって目を開けて大丈夫です。そうです。その位置でディップとドライブ動作からプッシュジャークですね。今先ほどと同じ動作を、はい、はい、いきますよ。 OK、 いいですね。 OK です。バーベルの時ってあんまりこう差が出にくいんですけど、これどんどん重量つけていくと、その前に重心があったものが結構表に現れやすくなっていきます。で、そういう時にどういう風にこう修正するかっていうと、形はできてるんで、はい、重心の修正の仕方としてはそういう風にこう自分の感覚をしっかりと探してあげる、はい、っていうのをちょっと頭の片隅に。そしたら、メインのスプリットジャークに入っていきましょう。はい、で、スプリットジャークなんですけど、その形の基本だけもう一回確認していきましょう。はい、そしたら片手です。片手、そうですね。で、まっすぐ体を立った状態 で、はい、で足こういう形で、そうです、ついててください。そしたら、左足前なので左足前にします。そうです。で、そのまま体まっすぐ上に行きます。そうです。この形ですね。ジャークなので手上に上げる。そうです。で、今、そのまま右の、右足の膝を手を落としても大丈夫なので見てみてください。そうです。少し曲がった状態だと思います。はい、で、これがまっすぐ伸びきった時、そうです。っていうのは重心が前に行きやすくなります。そうです。今かかとを少しこうつけるような動作をされたと思うんですけど、
あのジャーク動作のところでかかとつける方がたまにいるんですけど、その方は大体膝がこういう風にうまく曲がらないです、ジャークの時は。なのでかかとは近く上げてあげる。だどのぐらい上げるかっていうと、もう母子球からつま先側しか地面についてないような状態ですね。はい、そうです。っていうのを意識して、これも最初から固めてあげるとすごく楽だと思い出して、そして膝の角が90度になっているので、それで大丈夫です。でそのまま立ち上がる、そうです。で腕上げる、そうです。ディップドライブの後にこの体勢に戻ったら、ここから足を戻さないといけないですね、はい、で足の戻し方としては、このラインがちょうど半分真ん中になるので、はい、前足を半分戻して後ろ足を戻します。そうです。で、あのバーベルを下ろすときはそうです、その後に下ろすという流れです。で、まあ、理由としては後ろ足を先にこう引いてしまうと支えがない、なくなった状態になりますので、はい、でそうするとさっきのプッシュジャークの練習したときに後ろにグッと持ってかれた動作があったと思うんですけど、もっとこう重い重量を支えていくとなったときにこう後ろに持ってかれやすいです、はい、なのでこれはもうリスクを回避するというか、まあ、安全にあのウェイトリフティングをしていただくために必要な、まあ、基礎的な動作だと思ってください、はい、ただ重いものをどうしても扱っていく中でこうこうやってなるときとかももちろんあります、はい、でも原則基本としては前後ろ手、そうです。でこの戻す歩数については必ずしも別に1、2で戻す必要はなくて、場合によっては1、2、3で2回に分ける方がいます、はい、これは別に分けても大丈夫ですけど、順番としては1、2、3、そうですっていう流れでいきましょう、はい、もう1回だけ確認して、はい、その次バーベル持ってジャンプしていきましょう、はい、そうです、そうです、そうです。あともうちょっと後ろだったと、これ後ろ足を下げる意識しすぎると、うんうん、どういう風になるかというと、はい、こういう前傾姿勢を誘発しやすくなるんですよ、はい、そうすると上半身はこういう風に前傾するっていうことは重量が前に行っちゃって、うまく真上にさせないんです。じゃあジャグいきますか。はい、伸びてるよ ね、右足が、はい、前後ろ下ろします。ちなみに、はい、スプリットの足の出し方って両足ジャンプして、うん、せーのドンって出すとスプリットの動きってすごい遅くなるんですよ、はいはいはい、山本選手がもうめちゃくちゃ速いですよ。その選手がどういう足の出し方してるかなってとかを見るとすごい勉強になります。山本選手ちょっとぜひ上げて、スプリットジャークスプリットジャークでお願いします。ジャンプしてるっていうのは、はいはい、低くかつこう力強かったと思うんですよ、はい、だからそのイメージがすごく大事で、ジャンプしてせーのドーンっていうのも、はい、パーンそうですそうですっていう感覚です、はい、であとはその今見ていただいたその山本選手のジャンプのスプリットのイメージを実際のそのパンデムで試してみていいかなと思います、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます、うん、よし、やってみましょう。はい、ちょっと待って、ちょっとスピードが出てきちゃうんです。お、いいですね、ナイスです。 OK、 めちゃくちゃ速くなりました。めちゃくちゃスピードが出てきました。速くだけ意識しました。いや、それすごい大事です、はい、その速くそのイメージして今しっかり出たんですけど、うん、1本目から3本目にかけてだんだんこれ良くなったんですけど、うん、こう足を出すことをイメージしすぎて次こう上に伸びるっていう動作が少し弱くなった。はい、で2本目3本目にあのだんだんこう伸びるのがまた少しずつ良くなっていったんですけど、はい、しっかり伸びてその後に今のスプリントをあのする感覚をつなげられれば、はい、それまとまりが良くなると思います、はい、ジャークっていう動作で必ずしもやっぱり綺麗に毎回上がるとは限らないんですよ。上がらなかったりした時にどうやって回避するのかっていうのはこれも最初のうちにやっといた方がいいんですよ。要は上からバーベルを落とすっていう動作に
慣れておいた方がこれはいいです。で、上げる練習じゃなくて落とす練習してもらいましょう。そうなんですよ、なんかジャカジャンってやるじゃないですか。私も本当に今までやってこなかったんで、なんか丁寧に送るっていう。そうですね、まあ、一般的なジムで多分そのドロップしたらすごい怒られると思うんですけど、まあ、一つそのウェイトリフティングの中でもその落とさずに綺麗に上から下ろしてくるっていう動作も、うん、まあ、一つこう技術の練習としては大事なんですけど、はい、上げたものを上からこう落とすっていう、なんかこうちょっとスカッとするっていうか、まあ、そういうのも一つ醍醐味、はい、まあ、そういうことにつながる練習を少しして終わりましょう。はい、ジャークの時にその前に落とすのは、はい、先行足引き、そうです、落とすっていうのは大体これで大丈夫なんですけど、はい、後ろに行った時にこれをグッと我慢すると、はい、まあ、怪我しちゃうので、はい、後ろ行った時にどういう風に落とすかっていうと、はい、手上げた状態で、そうです、そうです、で後ろにこう離すっていうのを練習します、はい、で実際には先ほどのこうスプリットした状態で落とすんですけど、足このままだったら当たるじゃないですか、はい、なのでここから大体こう足こう来るタイミングで同時にですよ、こう来るタイミングで足をこう前に、あえて失敗したっていう想定で、はい、まあ、スプリットしました、はい、でジャークしました。でジャークこの辺まで上がらなかった、本当だったらここまで行きます、うん、でもここまで行かなかった時に前には落とせずに後ろにある状態です。でここからこういう風に離していくんですけど、後ろ足を引くと同時に曲げて手離してください。せーの、こうっていうことに慣れてください、はい、で最初いきなり上から落とさず自分後ろから押し切らないように持ってますので、はい、足には当たらないです。そうです、で肘ちょーっと緩めていってください。そうです、あ上がらなかったっていうところからここから落としていきます。でせーののタイミングで後ろ足を前に出して肘曲げて離してください、はい、いきます、せーの、うん、そうです、そうです、怖い、そうです、そうです、今のタイミングなら当たらないです、はい、はい、じゃあ持ちました。少し肘を曲げてきてください。はい、じゃあ差し切れませんでした。いきますね、せーの、そうです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 。次3回目は離してみてください、はい、サポートはいます、はい、ただ今みたいに持ってはないので、はい、少し緩めていって、はい、いきます、せーの、 OK、 ナイスです。次は持ちもしないです、はい、落とすね、はい、落とします、ラストです。緩めていって押し切れませんでした。いきます、せーの、 OK、 ナイスです。 OK、 できました。っていうのがそのジャークの押し切れなかった時の、はい、まあ、回避の方法です。絶対同じですもんね、そうですね、やってる限りがね。そうです。でこれ今ジャーク の、 まあ、その失敗した時の落とし方の、まあ、回避の方法をお伝えしたんですけど、まあ、スナッチも同じようにあったり、クリーンも同じようにあります。まだクリーンの動作はやってないですけど、まあ、クリーンにも同じような動作があります。で、こういう落とし方、まあ、失敗の仕方なんですけど、これはその失敗の仕方以外にも、まあ、その1回上げました。次またもう1回行きますっていう時に、その重い重量をグーってこう手だけで下ろしていくってすごいしんどいんですよ、はい。で、その重量をこう楽に、例えば今回のジャークで言うと、フロントラックポジションに戻す方法とか、そういうことも今後やっていきます、はいはい、なので、まあ、そのこう入り口を少しやっていただきましたということで、今日はこれで一つジャークの回を終わりたいと思います。はい、お疲れ様、はい、ありがとうございましたどうでしたか。でもここ最近スナッチばかり練習してたので、こっち、はい、もう練習できてすごい良かったです。あとやっぱり落とす練習、ずっとこれがやっぱりこう慣れてないというか染みついてないん でもちろんこう怪我のリスクとかも、うん、怖い部分ではあったんですけど、ちゃんと回避ができるっていうのが分かったんで、まあ、これからね重量を扱う時も、うん、果敢にチャレンジしていきたいなとは思いました。いや実にありがたいコメントでウェイトリフティングってすごいこうイメージ的に言うと膝痛めたりとか、はい、腰痛めたりとかって結構やっぱあるんですよね。自分自身がどうだったかっていうと、やっぱこう
そういうことを自分自身のこう両親にやっぱ言われることがあったんですけど、はい、その怪我するその可能性というかそういうパーセンテージで表すとそんなにその他の競技と比較してその高いわけじゃないんですよね、はい、そのコンタクト競技というその、うんうん、例えばサッカーだったりとか野球だったりとかこう他人とこうぶつかったりする可能性とかがなくて、まあ、これの場合は重りっていうものになるんですけど、はい、うんまあ、それに関してはやっぱりこう自分自身がしっかりこう気をつけることで回避できることってたくさんあって、はい、そういうことをやっぱりしっかりできればそのウェイトリフティングっていう競技はやっぱりその怪我をしやすい競技ではないっていうことなんですよね、うん、でもやっぱりそれをそうですよっていうふうに、はいお伝えばっかりしても全然それは説得力がないと思って、うんうんうん、だからそういうことじゃないですよっていう裏付けにはどういうことがあるのかっていう技術もなんかこう知っていただく機会になったのであればすごい良かったなと思いますし、うんうん、はい、はい、すごいありがとうございます、はい、ありがとうございました。あの山本君これがちょっとずつ重量上げていくので、はい、よかったら参考になる、今ちょっとジャークやってたんですけど、はい、クリーンだけこの膝上からクリーン動作だけちょっとやります、はいはい、頑張りたいと思います。頑張ってください。今日は本当に貴重な、ね、機会ありがとうございます。